マックス・ケラーマンマックス・ケラーマンはニューヨーク・グリニッチ・ビレッジ出身のボクシング解説者およびスポーツ番組のホスト HBO および ESPN2 のボクシング中継で解説者を務めていたニューヨークのブロンクスで生まれグリニッチ・ビレッジで育つ10代の時にニューヨーク市の市民メディアでボクシング番組を持ったことでボクシング放送関連に初めて従事した 大学を卒業後、ESPN2 のフライデーナイトファイトの解説者として採用される。その後、ボクシングアフターダークで採用され、2007年からはワールドチャンピオンシップボクシングで HBO が番組を打ち切る2018年まで解説と試合後のインタビュアーを担当した。2014年8月8日、ESPN のラジオ番組でケラーマンが 結婚前に妻を殴ったことがあると発言。この発言で、ケラーマンは ESPN より一時出入り禁止処分を下される。2016年7月25日から、スティーブン・イエース・ミス、モリー・ケリムと共に、ESPN で、ファースト・テイクのホストを務めている。2004年10月17日に、ロサンゼルスのアパートで、弟のサム・ケラーマンが死体で発見され、10月27日に、 容疑者として、サムの10年来の友人であったボクサーのジェームズ・バトラーが逮捕される。当初は犯行を否定していたバトラーだったが、サムの頭を繰り返しハンマーで殴り殺した後、証拠隠滅のためにアパートに火をつけたことを認め、2006年に懲役29年が宣告された。ありがとうございます。